こんにちは、ベンジです。ニーアレプリカントの続きをやっていきます。前回この港の町で悲しいストーリーが終わったところです。今回は砂漠は絶対行くことになります。で、狼が喋るのかどうかだね。狼の言い分も聞いてみたい。聞けるんだったら。あ、カイネも思うところあるだろう。え、手紙？はあ、文字書くの教えたっつってたな。なんだこれ。手紙、あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だな、おい。手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。はあ、そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。何だったんだろう。仲間が人間たちの罠にかかってるんだ。急げ。狼狩り、一体なぜそんなことを。いや、これね、一個ムービー飛ばしちゃったかもしれない。まあでも、シゼルガンド、こっからでもわかるでしょう、きっと。今日のご成功を邪魔させるわけにはいかんからな。わあ、なるほどね。なんか急に襲ってきてわけわかんないねみたいなこと言ってたけど、そんなことないね。ああ、殺された仲間を見てんだ。あ、さらに、うわ、痛そう。ああ、ボスだ。しっかりしろ、しっかりするんだ。今助けるから。わかんないよね。魔物って人なんじゃなかったっけ。人よ、我らが何をした。ああ、結構生きてた。分かっておる。今や我も皆と同じ気持ちだ。許すまし、己人目許すまし。ああ、分かった。最初のムービーではそんな人を憎むんじゃないよみたいなことを言ってたんだな。でも今はみんなと同じ気持ちだって言ってたから。来た。ビア、何も喋ってない。怒り狂ってるだけだ。魔物の狼がいるぞ。よし、いたいたいた。今狼か。仲間の魔法だった。帰るぞ。一旦引くぞだね、今。残ったのはこれだけか。
じき人の追撃があるだろう。今ならまだ逃げ切ることができる。ああ、やる気だと。俺らやりますよと。分かった。お前たちの悲観の気持ち、しかと受け取ったぞ。我と同じ決意を示してくれたことに感謝する。同胞の命、我らが狼の誇り、奴らに死を。よし、軽くひねってやるか。狼たちが王を狙っておるようだ。セッゲルダ、カイザン。カイザンに蹴おれ。奴の狙いは仮面の王だ。次へと飽きぬことだ。狼たちの怒りはどこからやってくるのだ。リーダー以外からは魔物の気配は感じられぬな。魔物の味方をするのなら斬るまでだ。ザルツ、ザルツ、ゼルガン、使徒と覚悟。共存することはありえない。来た、本体。上だ、気をつけろ。会社のルートだ。もう死ぬぞこいつ。弱え、あまりに弱い。横っ面叩いてやるか。せーの、せーの。フィアと同じ飛び方したね。呪われきゼルガン、セダト、呪わしい小狼、けだものめ。お前の存在を我は許しはしない。絶対に。それは我の言葉だ。くらえ、くらえ、民のフィアの敵。そうだよね、どっちにも正義があったってことよ。我らが一体何をしたというのだ。何もしてなかったのかね。まあでもね、何もしてない気でいてもなんかしてることもあるからね。あ、魔物化した経緯じゃないの、もしかして。人間だね。すごい髪型してるね。帽子か。わしわしはもう長い生きても仕方がないからね。あ、お前が生きるんだ。生きていて時々わしを思い出しておくれ。飼い犬だったのか。飼い狼。おじいちゃん、もしかしたらその魔物を化した人間はおじいちゃんの可能性もある。どうだろうね。一番最初のムービーで明かされてたのかもしれないけど。好きです、落ちたかれ。どうした。これでようやく。ああ、どうした。何を神妙な顔をしておる。シロ、相談があるんだ。何だ。カイネとエミールのことだ。魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。ヨナのためとはいえ、
カイネとエミールを巻き込んでもいいのか。いいよ。今さら何を言うておる。おい、何ふざけたことを言っているんだ。聞かれてる。聞いていたのか。カイネ、エミール、俺は私たちを置いていくなんて、ふざける以外の何だって言うんだ。そうですよ、こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。今度は僕たちがお返しする番です。恩返しとか仲間とかそういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。積んでるじゃん。だけど、あ、でもただでやるなんて言ってませんよ。お、お金以外の何を取るの。ヨナさんを助けた後は僕たちのことを手伝ってもらいます。なんだろう、カイネさんの魔物付きのこととか、僕の姿を元に戻すとか。それ無理じゃねえかな。それを直す方法を探す旅に出るんです。かわいい。と楽しいですよ。動きがかわいい。世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。いいね。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。みんなで稼ごうぜ。みんなありがとう。ヨナを必ず助け出す。実はこっそり素材売って稼いでんだよ俺は。それで武器買ってるんだよ。ちょっと魔王のとこに行く前にこれクリアしとこうかな。今レベル32なんで、33が適正レベルだって言ってたからもういけるでしょう。まあ最後のボスをちょろっと、多分あれ最後だと思うんだけどね、あれをちょろっとひねってやればクリアできるんで、そこまで飛ばしましょうかね。ああ懐かしい、大人になった。33ね、大丈夫です。前いくつだっけ、27、8くらいでしょ。もう32まで生きてんだから大丈夫だ。これが最後かな。前はこいつにワンパンされたんだよ。いった、ワンパンではないね、大丈夫だ。なんか道中がね、ずいぶん楽になった。やっぱり圧倒的にレベルが足りてなかった。いた、危ない。ああダメだ、慢心するな。回復しとけ。よし、いいよ、パターン入ってるよ。パターン外しちゃった。ああよし、当て刺激。どうだ、終わりだろさすがに。うわまだいる。あれ違うか、ここまで来たのかな。こいつ見たことねえぞ。なんだこいつ。うわいった。なんか横から撃ってるやついると思ったら、くっそ。よし来た。ちょっとあんま近寄んないでやるかな。うわこれでどう。あ、これいや全然いってねえ。ちょ、周りうぜ。回復薬使ってこう。周りのもいてえぞ。いたたたた、きつい。これでいこうか。周り、よし、どうしよう。あ、でも鎧取れた、鎧取れてる、鎧取れてる。こらいける、鎧さえ取れちまえばこっちのもんだ。うわ跳ね返してる、違うね、自分で出してるな。あー危ない、はいパンチ。自分で弾撃ってると敵の弾が見えにくくなるっていうデメリットもあるからね。弾撃ってるときは後ろからやりたい放題。
いいよいいよ、旗は掴んでるよ。切ってけ切ってけ。ない、チャンスチャンス、いける、オーケー。さすがに終わりでしょ。え、あいつらも倒さないため、オッケー、終わりでしょ。さすがに1万経験値5万円、いいね。繰り返される世界の中で夢を見る器、いつか目覚めるその時まで。え、あれ、何ももらえない。あー、コスチュームとかもらえると思ったけどもらえなかったな。そういえばコスチュームもらったの一回もつけてないな。なんだっけ、鎧武者とか、あと何個もらったな。あ、やっぱ終わりだね。これで、ん、これで日記の全てが終わりなのか。全然日記じゃなかったけどね。そうみたいだな。なるほど。何か分かったのか。いや、何も。なんだよ、やっぱりそうか。何がなるほどだよ。よし、でもまあすっきりしたわ。ふう、はい、ということで今回ここまでしましょうか。次回、魔王の城に攻め込みたいと思います。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。